こんにちは、岡田です。今日もよろしくお願いします。このチャンネルは主に女性に向けて話してます。愛をテーマに話してるチャンネルです。愛の本質について話してるから、男性にとっても役立つ情報はきっとあります。特に今日は男性にも聞いてほしい内容でもある。昨日の動画で、多くの女性は男性に対して固定観念でイメージを持ってるって話をしてんな。昨日例に挙げたのは、デートで男性から女性に手を繋ぐ場合、女性は当たり前のように仲が良くなってきたら、交際が進展したら男性の方から手を繋いでくれると思ってやろ。これはな、勘違いしてるとこもあんねんで。男の人は男から女性に手をつなぐ場合、断られたらどうしよう、嫌われたらどうしよう、振られたらどうしようと思ってめちゃくちゃドキドキしてんねん。もう怖くて仕方がなくて手なんか握られへんのよ、自分からっていう男性もめちゃくちゃ多いねんで。もう一つ言うと、男性から女性にホテルに誘ったり夜に体を重ねることを男性の方からアプローチしてくるやろ。これかって手をつなぐのと一緒や。めちゃくちゃ男の人ドキドキしてるの。もう怖くて踏み出されへんの。嫌われたらどうしようってめちゃくちゃ思ってんねん。ほとんどの世の中の人はな、そのプレッシャーに耐えるのは男の役目やと思ってないか？男性からアプローチして断られて傷つくのは男性やんか。これを当たり前のことのように思っているのが世の中の常識やねん。みんなにはここを疑ってほしいのよ。なぜなら男の人はここはめちゃくちゃ恐怖やねん。本当に怖いねんで。怖くないと思って嫌われるの覚悟でどんどん行くような男が、まあ2割ぐらいはおるわ。でもほんと半分ぐらいの男性はもう怖くてしゃあないねん。ここを女性が理解したらな、別に女性の方から声かけろとかアプローチしろって言うんじゃないけれども、この男性の恐怖心とかを女性が理解してるだけで、男性がもじもじしていて勇気出されんとなかなかアプローチできない時も、女性の方からそっとな、男性がアプローチしやすいように誘導もできるはずやねん。すると男性のプレッシャーってめちゃくちゃ減ってさ、あなたと付き合うことがめちゃめちゃ楽しくなるのよな。もう一個勘違いを言うとな、夜の営みで男性が女性にエッチを求める時あるやんか。女性は体調が悪い時、気分が乗らない時に男性に嫌やって断るやん。もうやめてやめてって言うやん。ここも女性によく考えてほしいのは、女性が男性に今日どうってアプローチした時にもし断られたらめちゃめちゃ傷つくやろ、女性は。男性も同じ感情を持ってるねんで。自分から今晩どうですかってアプローチした時に、もういいわいいわ今日はって冷たい断り方をされたら、男性めちゃくちゃ傷つくねん。体調の悪い時、気分が乗らない時に嫌なエッチはしたらあかんねん。嫌なものは嫌だっていうことは大事だけれども、断り方に気をつけてほしいのよ。すべての男性が性欲モンスターじゃないねん。すべての男性がエッチを求めて断られて大丈夫、また今度チャレンジしようって思える男性じゃないねん。一回でもな、自分が申し込んだ時に冷たい断られ方をしたら、もう気分が萎えて欲望が湧いてこえへん男性だってかなり多いのよ。セックスレスになってる原因で、求めた時の断られ方が最初の発端や原因やっていう男性ってめちゃくちゃ多いのな。だから男性のそういう気持ちを理解してあげて、断る時も丁寧に断ることが重要やと思うねん。ということで今日話す内容は、女性って男の人の性に対して勘違いしてることがめちゃくちゃ多いね。その中でめちゃくちゃ大きい勘違いはな、男は性欲が強い、女は性欲が弱いっていうこの勘違いさ。まあ、女性がっていうことでもないんだけれども、ほんまに勘違いなんよ。男性と女性って性欲そんなに変わるもんじゃないよ。考えてみんや。男性も子孫残したい。女性も子孫残したい。子孫を残すために神様はエッチに快楽という物質を与えたんだ。エッチをすると男も女も快楽を感じるの。だからみんなエッチをするんだよ。ということは男の人もやりたい、女の人もやりたいってこれ一緒なんだよ。男性と女性どっちが性欲強いかっていう研究、いろんな研究ある中で出てきた答えはほとんどが男性と女性の性欲に違いはないやね。あるとしたら1点だけや。それは G 行為が男性の方がはるかに多いってことな。特に10代後半から20代前半の男性にだけ G 行為が女性より圧倒的に多いというこの結果だけや。ここだけが違うね。その他諸々の性欲は男性も女性も変わらないって研究結果が出てます。じゃあなぜ男性の方が性欲が強いって言われるかわかる？今日はこの男は性欲が強い、女が性欲が弱いっていうこの勘違いがなぜ起きたのかっていうのを5つ言います。この5つを聞くことによって、ああそうなのか、男の人ってこうなんだな、女の人ってこうなんだなっていうことが大まかにわかると思うので、ぜひ最後まで聞いてください。じゃあ5位、女性の性欲ははしたないという社会的イメージ。これはね、社会的な常識が女性の性欲が強いのははしたないという常識をみんなに植え付けてるから。そして自分の性欲が強いことを内緒にする傾向があんねんな。逆に男の人は自分が性欲が強いことが自慢にもなるから大きく吹聴する。例えば男性にアンケート取るやんか。あなたは性欲強いですか弱いですかってなったら、男性は性欲が強いって書くのよ。答えるのよ。男友達の中で自分が性欲弱い話をしたがらないの。なぜなら男の自尊心だから。3位、男はすぐ盛り上がる。女性はゆっくり盛り上がる。男性は性欲があっという間に盛り上がる。女の人の裸を見たらパッと盛り上がる。女の人と触れ合ったらいきなり盛り上がる。これが男性の特徴な。でも女性はそんなに一気に盛り上がらへん。男性と触れ合って、手をつないで、キスをして、抱き合って、愛を囁き合って、この人安心だわ、この人と触れ合ってたら楽しいわ、気持ちいいわ、心地いいわっていう感情とともに徐々に性欲が盛り上がっていくんだよ。ここが男性は性欲が強い、女性が性欲が弱いって言われてる原因なんだ。でもこれは男性が盛り上がりやすいだけであって、女性は盛り上がるのが時間がかかるだけであって、性欲全般の強さは変わらへんって。ここは男性によく聞いといてほしいのな。例えば、エッチをするときに、男性はいきなりエッチするモードに入れるんだ。でも女性はいきなりエッチに入れるモードじゃないねん。まず愛を囁いてからだ。まず目を見てからだ。まず手を繋いでからだ。まずキスをしてからだ。まず抱擁をしてからだ。徐々に女性の性欲は盛り上がっていくんだよ。これを知らないと男性はエッチが上手くならないんだ。ここの違いが男性が性欲が強い、女性が性欲が弱いという勘違いになっている原因でもある。次は2位。女性の性欲に火をつけていない。今言った男性はすぐ性欲が盛り上がる。女性は徐々にしか盛り上がらない。このすれ違い、この男性の無知がな。男性は自分と同じように女性も性欲が一気に盛り上がると思ってしまう勘違いをしてるから、男性は女性のその性欲に着火する前にエッチを求めてエッチを誘うんだ。女性はそうじゃないやんか。まだ盛り上がってないやん。いきなりそんな行為をされたって女性は盛り上がってないのよ。嫌なのよ。そんな気分になってないのよ。だから断るの。男性ほんまこれよ、聞いとけ。これ男性用のチャンネルでやろうから。これは本当に大事なところで、だから男性の性欲も女性の性欲も同じぐらいあるんだけれども、エッチに関しては男性が求めて女性が断る回数の方がはるかに多いね。ここが男性の方が性欲が強い、女性の方が性欲が弱いと言われる原因なんだな。でもそうじゃないやんか。この性欲は男性が無知なだけやんか。女性の性欲に火をつけてないだけやんか。その事実だけを見たら、男性の方が性欲が強い、女性の方が性欲が弱いってなっちゃうわな。そしてもう一つの原因。1位は、じゃん！男性は察する能力が低い。これも男性の無知に原因があるんだけども、男は女性の性欲が盛り上がった時に、あ、この女性は今俺を求めてるな、今盛り上がってるなっていうのをよう感じられないね。ごめんな、男性、アホで。男性はな、盛り上がった時にすぐ触りに行こうとするし、すぐに言葉でやりたい言うし、あからさまに目ギラギラさして、血走って、やりたい行動を見せるやんか。もうアホみたいに分かりやすいやんか。デートしてても、あ、今晩こいつ狙ってきとるなってもう見えやんか。男性はこれ単純なのよ。だから女性からしたら男性は性欲強いってイメージを持ちやすい。でも男は女性がどれだけ盛り上がってて、今晩もっと一緒にいたいなと思ってる。今晩ずっと触れ合っておきたい、抱き合っておきたいと思ってるっていうこの感情を男性はよう見抜かんのよ。男はアホやから自分と同じ感覚や思ってるから、女性がやりたいときはアホ男のように体を触ってくるし、やりたいって言うし、目を血走らせて直接的にやりたいという思いを伝えてくると思ってるねん。アホやろ？ごめんな、男アホで。だから男からすれば女性の性欲が強いってイメージ持ってないのよ。でもこれは男がアホなだけやねん。女性って最初に言った社会的なイメージがあるから、女性の方から男性にそういう思いを伝えにくいねんな。だから言葉では伝えないし、あからさまな行動では伝えないし、分かってほしいなと思いながらもサインを出すのよな。男からしたらこのサインを気づけないの。例えば目を合わせてきたり、ちょっと触れ合ってきたり、愛の言葉葉かけてきたり、帰りたくないと言ったり、今日もう少し痛いなと言ったり、もじ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 伝えるわけさ。ここのサインに男が気づくようになるのはなかなか難しいねん。僕はこれからどんどん男の人に伝えていかなあかん義務があると思ってる。頑張っていこう思ってる。けれども、今現在男の人は知らん人ばっかりや。そして僕はこれからの時代は女性もどんどんアピールしていくべきやと思ってるし、男性はその女性からのアピールを喜ばないといけないし、感謝しないといけないし、お互いが自分の気持ちを伝え合うことが大事やと思ってる。そういう二人になってほしいんだけれども、今現在、男性と女性の性の感覚についてはすれ違いがめっちゃあるな。まあ今日は女性の勘違いっていう風に言ったけれども、これは男女の勘違いでもあるねんで。そして僕が今日言いたいのは、こういう勘違いが男の人、女の人、両方があるから。お互いにこの違いを知ってな、相手の気持ちを理解すれば、二人の関係はうまくいくんだよ。そういうことを伝えたくて、今日の動画にしました。はい、今日はここまでです。今日の動画が面白かった、役に立ったと思う方は、高評価とチャンネル登録お願いします。そして皆さんコメントもお待ちしております。今日の動画でここ分かりやすかったわ、ここ分かりにくかったわ。私はこう思うねんけど、岡田さんここ違うんじゃない?ここもっと掘り下げてほしいなというコメントをもとに、また次の動画をどんな内容をしようかなって考えたいと思います。皆さんのコメントが僕の動画作りのパワーになっているので、ぜひお願いします。僕は全国の結婚相談所を皆さんに紹介するホームページを運営しています。僕が直接現地取材をした素晴らしいカウンセラー、素晴らしい結婚相談所だけをピックアップして皆さんに紹介しています。婚活とか結婚相談所に興味のある人は、ぜひそのホームページを一度覗いてみてください。URL は概要欄に書いてます。結婚相談所に興味のある人は、それぞれのホームページから無料相談に申し込みで見てください。僕の紹介している結婚相談所の無料相談は、相談したからといって必ず入会しなあかんとか絶対ありません。その後バンバン営業電話かけてくるとかも絶対にないです。もしあったら僕に教えてください。僕はその時点で即刻その結婚相談所をお勧めすることをやめます。そして入会した後にね、サポートが良くなかったらまた絶対教えてくださいね。僕はその相談所に猛烈抗議しますから。それでもサポート良くならなかったら、絶対変にまた僕に言ってください。僕はあなたと一緒にその結婚相談所に返金申し立てます。まあそれぐらい自信を持ってお勧めしている結婚相談所です。じゃあ皆さん、これからも婚活も恋愛も夫婦関係もパートナーシップも遊びも学びも全部頑張っていきましょう。じゃあね、バイバーイ。